魚沼市守門地域に集まってきた人たち、雪国リトリートの参加者たちです。旅の始めは輪になって自己紹介から始まります。再びごネイチャーガイド、オゼガイドをやっています。松の山チャクラというお茶屋をやっているアキラです。十日町の地域振興局の地域振興グループということで勤務しております。体験会に参加したのは観光ガイドや行政の観光関係の部署に勤める人らおよそ20人です。今回のリトリートという旅行、コンセプトはリトリートの場合は目標から一歩引いて何をするかっていうと、本来の自分を取り戻す時間。リトリートとは豊かな自然の中で日常生活から離れて自分と向き合い、ゆったりとした時間を過ごす新しい旅のスタイルです。雪国新潟で売り出していこうと南魚沼地域振興局が中心となり、おととし始まりました。県が旗を振って売り出していくという今までに例のない挑戦です。体験会のコーディネーターを務めるのは、湯沢町に隣接する群馬県みなかみ町でリトリートを行っている八木沼翔子さんです。ただそこにいていいっていうのを体感しましたっていうご感想を持たれる方がいて、このままの私でまた明日から頑張っていこうっていうご感想をいただく方が結構多いかなと。リトリートは主に3つの段階に分かります。種まき、体を動かす、ソロタイム。今はまさにその種まきの時間です。まず参加者が行うのは、一旦普段の役割を少し下ろしていただいて、一つの命としてこの場にいていただきたいなと。会社での立場、役職、父親、母親などなど全ての役割の荷を下ろし、まっさらな状態で旅に参加します。携帯電話の電波を遮断するのも大事なんだそうです。次に今回の旅で自分に問いたいテーマを設定します。私は何を我慢している、私は何に感謝している、私は何を後悔している。問いは正解がなく、この旅で答えが出なくてもいいものです。県職員として定年を迎え、十日町地域振興局で再任用されたヒロさんは、仕事の悩みは全くないそうです。今後のことを考えていく中で、先ほど言ったように退職をして、ある意味第二の人生を歩み始めたところなんですが、これからの老後生活、皆さんそれぞれ思い思いの問いを設定しました。私は何にモヤモヤしているのか、何かを下ろして掴むためにしている、じゃあ何が掴めるんだろうというのが大切です。種まきを終えると続いては体を動かします。魚沼市の守門地域は豪雪地として知られ、冬はスキーを目当てに多くの人が訪れます。ただ今はグリーンシーズン、観光で来る人は少ないそうです。ここいれば寄ってこない。何もない参道のように見えますが、地元のガイドがここでの暮らし、自然、地域の歴史などを説明すると見え方が変わってきます。春の山菜で結構出てくるうど、これうどなんですか。うどの花です。これをちっちゃな、これが実なんですね。あ、ありましたよ。ほら、まだまだ熟してないですけど、これから3週間ぐらいするとこれが紫色になって、パカンと口を開ける、あくびをしてるようだから開ける。参加している大学生の修也さんはインターンで南魚沼地域振興局に来ています。何に我慢しているかっていう問いにしたんですけど、
あんまり自分思ったことを口にできるタイプじゃなくて、相手との今後の関係性とか考えちゃってあんまり言えないタイプなので。インターンという慣れない環境の中で疲れもあると話す修也さん。今日は疲れも癒しながら自分自身と向き合います。歩くことおよそ1時間、参加者は地域を知りながら散策し自然と触れ合いました。昼食をとり最後に迎えるのはソロタイムです。おすすめは一箇所ちょっと決めていただいて、しばらくそこで過ごしていただければいいかなと。自分と向き合うスポットを見つけそれぞれの時間を過ごします。老後の生活を問いにしているヒロさんは、絵本の家の隣のところにいろいろ木が植えてあって、あそこの空間がすごく気持ちよかったので、あの近くに行ってちょっと一人になりたいなと思っています。向かったのは森の中の広場です。ベンチで横になり空を見上げながら思いを巡らせます。何に我慢しているかを見つけたいと話していた大学生の修也さんは、行くとこ決まってないんで、なんか適当に進みながらちょっと涼しいとこで座りたい。向かったのは川の近く。荷物を下ろして一息つきました。リトリートの特徴でもあるこのソロタイム、ポイントは直感に頼ることです。普段あんまり使わない右脳的な直感とか五感っていうのにこう解放していく、そこで少し自分と向き合っていただくっていうお時間かなと。普段の役割を下ろし、自然の中で一人になって自らの問いと向き合います。聞こえてくるのは鳥のさえずり、川のせせらぎ、風で揺れる葉っぱの音です。およそ2時間のソロタイムを終えると、どんな風に過ごして何を感じたのか言葉に出して振り返ります。靴と靴下と全部脱いで、足をこう土じゃない草の上にペって乗せて、すごくこうギューって足から気持ちいいのが伝わってきて、あずまやのその風とかもあんた良くてですね、自分のそういう思考がクリアになってるような感じがして、まあ、いいソロタイムだったなと思います。これで雪国リトリート体験会は終了です。下ろしていた役割を再び背負い、父親、母親、課長、係長に戻ります。ヒロさんは老後の人生をどう過ごすか、問いの答えは見つかりませんでしたが、この体験会で得るものがありました。ふと風が吹いたときに、その大きな頬の葉っぱ、頬葉ですよね、それがこう揺らぐ形、本当にその自分のその問いに対して、なんかこう、サインって言いますか、答えをこう返してくれてる、向き合うきっかけみたいなもの、やり方っていうものを今日改めて知ったかなという感じです。一方、大学生の修也さんは、何に我慢しているかという問いの答えは見つからず、それどころか新たな問いも芽生えたそうですが、これを前向きに捉えています。今大学生なんですけど、正直なんか身についてるかって言われるとそんなこともなくて、大学で何をやりたかったのかとか、なんで大学生になったのかっていうの出てきました。問いがなくて、なんかだらだらというか、生きていくよりもなんか問いを考えながら聞く方が有意義かなって自分的には思うので、それでそうですね、ポジティブに捉えています。体験会を通して主催した県の担当者も手応えを感じていました。観光地ではないんですけども、とてもいいフィールド、自然、文化、そういったものがある、それをなんとか活かせないかと、今までの普通の観光とは違って、すごい深い内省を促す新しい旅のスタイルとして、広げていけたらなというふうに手応えを感じています。
地域を再生し、私を再生する。自分と向き合う新しい旅行スタイルが雪国で今始まろうとしています。